ップルさん、ちょっと値上げしすぎじゃありませんか？どうも、イラストレーターの森です。ついに、ついにこの時が来ました。 iPad 全商品大幅値上げ、 iPhone 全商品大幅値上げ、辛すぎるてな感じで、気軽に安価にデジタルお絵描きできる iPad がついに値上がりしてしまいました。 iPad 買ってお絵描きデビューしたい方や、買い替えようか迷ってる方は、以前とどれぐらい価格が変わってしまったのか見ていきましょう。まず値上がりの要因はもちろん円安。ドル円がね、今135円前後です。1年前の iPad Pro が発売した際は110円くらいの時期だったので、そっからドル円が25円上がりましたので、まあそりゃ値上げしますよね。ねえ、私たち絵描きがよく使う iPad はどれだけ値上げされたのか、これを見て一緒に絶望しよう。まずクリエイターがよく使う iPad Pro 11インチ 128GB モデルが9万4800円から11万7800円に。 iPad Pro 11インチって10万を切るのが魅力的だったわけですが、まあ10万切らなくなったどころか、ほぼ12万円に値上げ。その値上げ幅なんと 24%。 他のストレージはこんな感じ。やばいくらい値上がってます。高すぎる。そして 12.9 も同じくらいえぐいです。こちら 128GB Wi-Fi モデル 129,800 円からなんと 159,800 円に値上げ。ほぼ16万円。こちら 23% 値上げです。他ストレージはこんな感じ。 2TB は30万超えてます。これ次に発表される iPad Pro 新型はこの値段なのか、はたまた値上がりするのか、怖すぎる。そして値上げは iPad Pro だけじゃなく、 iPad 無印も Wi-Fi モデル 64GB が1万円値上げして 49,800 円、 256GB が1万4000円値上げして71,800 円、ミニ 64GB も1万3000円値上げして72,800 円、 256GB は1万7000円値上げして94,800 円に。そして少し前に新型が出た Air も 64GB は1万円値上げして84,800 円に、 256GB は1万4000円値上げして106,800 円。ついに Air が10万を突破しました。ちょっと前に Air が発売した時も、円安で値上がりだ、高すぎるとか言われてたけど、その頃ですらドル円115円の時期だったので、今思えばね、もうかなりお得ですね。あの頃に戻りたい。さらにそれだけじゃない。 iPad だけではなく Apple Pencil も値上がりしました。 Apple Pencil 1が11,800 円から14,880 円に、3000円アップで、 Apple Pencil 2が15,950 円から19,980 円に、3,930 円値上がりしました。高ー。なので値上がり後に iPad Pro 12.9 インチ Wi-Fi モデル 128GB と Apple Pencil 2を合わせて買うと、合計で179,680 円。以前は145,680 円でした。なんと PC と液タブ買うのとそう変わらなくなってきました。ただ iPad にはね、優秀なタッチ機能があるので、明確に差別化はされています。なので、買うときはなかなか迷うことになりそう。ただこれだけじゃないんです。みんな大好き整備済み製品にも値上げが来ています。整備済み製品とは、外側と電池が新品で、中身はね、返品などを組み合わせてリフレッシュされた製品ですね。保証も1年間ついているので、ほぼ新品。主に前の世代の機種が売っています。で、整備済み製品というのは、安く iPad が手に入る楽園だったわけで、私もここで iPad Pro 12.9 インチの一つ型落ちの第4世代を買いました。
その時の値段は 12.9インチ、 Wi-Fi 128GB が8万8000円だったわけですが、今ね見てみるとなんと10万5800円に値上がりしています。マジか。そして型落ちの iPad Pro 11インチの価格も値上げされていました。こちら Wi-Fi 128GB が7万1800円から8万4800円に1万ちょい上がりましたね。でも整備済み製品はまあ我慢できるレベルの値上がりかな。ちなみに Apple 公式の価格の改定が深夜だったので、Apple 製品が買える家電屋さんは営業時間外のため値上がりの処理が朝方まで遅れるんですよ。なので Apple Store が値上がりしたら他の店舗で買えってよく言われるので、 Apple Store の値上げから3時間後ささっとね状況を見た感じ、ビッグカメラは iPad の取引が停止になっていました。そしてヨドバシは 12.9 インチ Wi-Fi モデル 128GB だけ売り切れで、それ以外は値上がり前の値段で売っていました。メルカリなんかも旧価格の相場で売られている商品はごっそり買われていました。出品してる人も災難ですよね。寝てたらいつの間にかアップルが価格改定してて急相場で買われてるんですから、ちょっと損した気分になっちゃいそう。私もワンチャンねなんか買おうかと思ったけど、まあんま欲しいのなかったのでスルーしました。まあでも iPad はね安すぎた感もあったので、値上げはいつか来るだろうなと思っていましたが、想像よりも大幅値上げでした。でもアップルさんは悪くないんです。円安が急速に進んでしまったので仕方なく値上げせざるを得なかったんです。日本はアップル製品のシェア率が高いのでどうにかこうにかやっていきたかったんでしょうけど、まあ仕方なく仕方なくです。頑張れ円。でもマイナスばかりではないです。アップル製品が値上がりしたということは中古市場価格も値上がりするということで、今ね iPad や iPhone などのアップル製品を持っている人は以前の相場より高値で売っ払います。うはうはです。素晴らしい。そう思うしかない。みんな高値でアップル製品売っ払って、高値で新型アップル製品を買おう。値上がり前にアップル製品買った方々大勝利です。おめでとうございます。おめでとう、おめでとう、おめでとう。